さあ、もう一話いっちゃいます。時間大丈夫ですか？いや、何でも行きますよ。次何の話題ですいか？や、健さっ康法きいきな、まあす。の、オメガ3脂肪酸の話あ、から。健康法。そっち健行き康ます。の話行きましえ、ょう。あ僕、の、前き、い回、や、ラちょっズと、ベリー。一個聞いていいですか？質問があるんですけど、先ほどなんでしたっけ？あの本、超知能の本、マスターアマルスゴリターズアのルゴリ話ズのム。中で、自分を進化させるプログラムができたらいいかなっていうのが JS グッドでしたっけ？言ってたのは。ですね。で、この前、中澤さんのシングラリティサロンの時に、あの背景を作った宇波先生って方がいらっしゃるんですけど、宇波先生からコメントがあって、要は、あの絵を描くプログラムっていうのは、遺伝的アルゴリズムというのを使ってて、プログラムが自分自身を進化させちゃうようなことを実際に組み込んでるよっておっしゃってたんですけど、それってどこまで来てるんでしょうねっていう。いや、進化って、今のね、遺伝的アルゴリズムとね、プログラムがプログラム進化するっていう話ってね、またちょっと違うね。なんでかって言ったらね、進化的アルゴリズムっていうものは、そのプログラムは変わらないわけよ。そのプログラムがあって、まあ、中の、まあ、中、それで走らせるものの、まあ、具体的に言えば、なんかパラメーターがあるとすでに、つまりね、最適化問題っていうのがあってですね、で、いろんなパラメーターがあったときに、どのパラメーターをどうすれば最適になるかって、結局、機械学習っていうのはもう基本的に最適化問題なんですよ。で、そのときに、まあ、今言った進化的アルゴリズム、遺伝的アルゴリズムで最適解を求めようというわけなんですよ。ですから、プログラムが進化するわけじゃないのよ。すみません、遺伝的アルゴリズムと遺伝的プログラミングっていうのは区別した方がいいと思うんですけど、遺伝的アルゴリズムってなんか巡回セールスマン問題は何でしたっけ、部分に切ってこう遺伝子を交配させるような形で進化するってアルゴリズムでしたけど、それと違ってなんか遺伝的プログラミングっていうのがあって、それはなんとなくプログラムそれ自身が進化していくってものみたいなんですけども。そういう、だからアプローチはもちろんあるんですよ。だから遺伝的アルゴリズムという嘱託にしたらいいか。ただ、だからプログラム自身が自分で進化する。ああ、っていうほどのもんではないんですね。言うほどのものはまだね、そこまでいってないだろうと思うわけや。ああ、なるほど。でも部分的にはいけてると思うんだけど、わ結かりま局、した。はい。IJ グッドが言うのは、なんか人工知能プログラムを作って、この人工知能プログラム、まあこれ遺伝的アルゴリズムか進化計算アルゴリズムか知らんけどね、こいつが自分を改良するようになったら、もう人間の出る幕はないよと言ってるわけね。じゃあまだそれほどのところまでは到達してないってことそですこまでね。は言ってなくあ、なて、るほど。はい。いや、だからそこまで言ったらシンギュラリティなんですよね。で、ああ、はだからそこまで言ってないけど、それが全くね、高等無形ということでもない。で、いいい。ああ、わかり線ましまた。で行ってるんですよ。まあ、このパートは雑談でいいですかね。公開しなくても。いやいや、もう今のと。いいです。まあ、だけどね、あれですよ。自分自身を書き換えるプログラムがね、自分自身を書き換えるみたいな話はだいぶ昔からあって、なんかリスプなんかでも、あれですよ。割とでかいプログラムで、まあ、あれですよね。そういうやつ結構流行ったことありましたよ。まあまあ、第二次人工知能ブームの時にリスプとかプロログとか流行ってて、なんあんまかり人そういう工こと知だっ能たらチッしい。クじゃなくて、どちらかというとトリッキーなプログラミングという感じですね。自己再起使って、それがだから自分自身書き換えるようなプログラムを書いてというようなやつはたくさんありましたので、だから自分自身を書き換えることだけではちょっとダメで、多分なんかだいぶ考えて書き換えていくというのが入ってこないといけない。元より賢くなるとかなんかじゃないとダメなんですよ。だって初期の頃ね、江戸作だかエニアックだってメモリーが足りないから自分自身をこう入れ替えながらとかやってたんで、それじゃあ全然違うってことですね。いや、だから全然ってこともないんでしょうけども、で、遺伝的プログラミングもね、まあちょっとは賢くなってるとは思いますけども、多分、その人工知能が自分自身を賢くして成長していくっていう過程に入るためには、もうちょっと何か、ブレイクスそルーれがだ必要けでですはない、ね。それだけではないという感じしますけどね。まあ、話戻し、今の部分は、どっちでもリスいいでパーす。トということで。